それでは総理から締めくくり発言をいただきます。はい、本日は、金融政策、物価等に関する集中審議及び、マクロ経済運営の在り方についてご議論いただきました。我が国を取り巻く環境が大きく変化をし、先行きの不確実性が高まる中で、政府と日銀が密接に連携を図りつつ、マクロ経済運営を行う重要性が高まっています。政府としては、構造的な賃上げの実現を最重要課題とし、本日の議論にもあったように、今年度30年ぶりの高い水準となる賃上げを、賃金上昇やコストの適切な価格転嫁、マークアップの確保を伴う、賃金と物価の安定的な好循環へとつなげてまいります。合わせてグリーン・イノベーションをはじめとする計画的で重点的な官民連携投資の拡大を進めます。こうした取り組みを通じ、成長を期待と人々の物価感を共に高め、デフレに後戻りしないとの認識を広く醸成しつつ、デフレ脱却と持続的な民需主導の経済成長の実現を目指します。また特別セッションで有識者の方々にご参加いただき、マクロ経済運営だけでなく新しい資本主義の取り組みや国際的な連携の必要性など大変有意義なご指摘をいただきました。特に政府が供給サイドに働きかけ民間投資を喚起する取り組みを重視する考え方は主要国共通の政策認識となってきています。その背景として人への投資、グリーン、経済安全保障など市場や競争に任せるだけでは過小投資となりやすい分野が今後の成長の鍵となっていることが挙げられ、こうした分野で官が呼び水となって民間投資を拡大していくことが重要です。まさに新しい資本主義を通じて経済の付加価値を高めつつ、企業が上げた収益を労働者に分配し、消費も企業投資も伸び、さらなる経済成長が生まれるという成長と分配の好循環を成し遂げ、分厚い中間層を復活させていきます。本日いただきましたご意見も踏まえ、来る G7 サミットで各国とマクロ経済政策を共有するとともに骨太の方針の策定を進めてまいります。以上です。